折り紙で作る、昼顔の飾り、この動画はですね、こちらの昼顔の花だけの、作り方の紹介になります。それでは作っていきます。まずは折り紙をひし形に向けまして、で三角に半分に折ります。折ったらこれをまたさらに半分に折ります。で折りましたらこれ上下を変えまして、で手前のこの1枚ですね、こちらの方を、広げまして、でこのまま潰すように折ります。折りましたらこれを裏返しまして、でこの裏側の方もですね同様に、広げまして、で上の方を折ります。はい、こんな感じです。これを折りましたらまたこれを上下変えまして、こちら下の辺の方をですね真ん中の方に向けて、まあ、このように折っていきます。折りましたら今度は左の方も同様に折ります。折ったらこれを裏返して、反対側も同様に真ん中の方に向けて折ります。はい、こんな感じです。そうしましたらこれに下書きを書きます。はい、下書きの方を書きました。このような感じになっております。でですね、詳細の長さにつきましては、まあ、この動画の横の方に画像を出していると思いますので、そちらの方をご覧いただければと思います。もしも動画であれば、一時停止、でまたはですね動画の概要欄の方にですね、こちらのリンクの PDF、PDF のリンクですね、そちら貼ってますのでそちらをご覧ください。あとはですね、これを半分に畳みまして、でハサミでカットします。はい、ハサミでカットしました。あとはですね、これを広げます。はい、広げるとこんな感じになります。でまたさらにこれをハサミでちょっと切るのですが、まあ、このような感じでですね、一箇所このへこんでるところ、こちらをですね、まず三角、まあ角のりしろ分をちょっと切りまして、で角度を変えて、で一箇所切ります。まあ、このような感じですね。でそうしましたら次はですね、この真ん中よりもこの、広い側、こちらの方でハサミを入れます。で切りましたら、これを今度は真ん中をまっすぐ切ります。これちょっとややこしいですけど、こんな感じです。でそうしましたら今度は、1,2,3,3つと4つのこの間のところですね、この間のところで今度は、三角の真ん中ではなく、こちら広い方ですね、ここを切って、でその後はですね、まっすぐ真ん中を切っていきます。はい、切りました。まあ先ほど残している部分はですね、のりしろになります。切りましたら今度はですね、この花の一番出っ張っている部分、こちらを、山折りにして、で三角を開けた部分を谷折りにします。で次の、部分も山折りで、その三角のところを谷折りという感じで畳んでいきます。はい、畳み終わりました。こんな感じになってます。で畳みましたらこれ裏返しまして、先ほど谷折りにした方ですね、こちら三角の切れ込みを入れている部分、ここをですね、まあ、奥手前どちらでもいいので、折ります。この部分だけをちょっと折ります。でそうしましたらこの下の部分ですね、ここもですね真ん中の方に向けてちょっと折ります。はい、折りました。反対側はこのような感じになってます。で折りましたらこの隣のところもですね、下の方をこのように折りまして、で折ったら上の方も同様に出っ張ってる部分を折ります。はい、こんな感じです。でそうしましたら残り2箇所ありますので、ここも同様に折ってください。裏側の方を全て折りました。でこうしますと表に方を開くと、まあ、こんな感じ、下がスペースが、少なくなっているような感じになってます。で一旦これをですね、またちょっと広げまして、今度はですね、色を塗っていきます。まあ、ピンク色の色鉛筆ですね、これを寝かせながらも、動かして、で、薄く上の方を塗っていきます。
真ん中の折り筋のところはやや塗らないで、その両端の方ですね、こっちの方を塗るような感じにします。でそうしましたら、ちょっと鉛筆を立てて真ん中に、線のような感じでちょっと描きます。はい、こんな感じです。これをですね、他のところも同様に、塗っていただければと思います。他のところも全部塗りました。ちょっと前後してしまいましたが、またですね、これを畳みまして、今度はこの部分ですね、先ほど折ったところを、ボンドで接着していきます。まあ、この折った部分ですね、ボンドをちょっとつけて、でこのまま倒して接着します。くっつけましたら下の方ですね、ここも同様にちょっとつけて、で開かないようにと接着します。でくっつけましたら、また次のところですね、こちらを畳みまして、畳みましたらもう一度同じ部分ですね、まあ、ここにボンドをつけまして、で接着します。下の方も同様にちょっとつけまして、で接着してください。はい、こんな感じですね。これをですね、他のところも裏側ですね、で接着していただければと思います。裏の方をすべて接着しました。まあ、そうするとこんな感じになります。そうしましたら、今度はですね、おしべの方を作っていきます。この切れっぱしですね、これを一旦広げます。広げましたら、まあ、真ん中あたりで一旦切ってしまいます。はい、こんな感じです。でそうしましたら、今度はですね、これを、半分に折ります。半分に折りましたら、これをですね、だいたい3ミリ幅ぐらいに切っちゃいます。まあ、だいたい、3、4ミリですね。で切りましたら、今度はですね、この折れ目側の方、まあ、だいたい1センチぐらいのところを切ります。で切りましたら、今度はこの切った、この部分に沿って、これをまあ半分に折ります。はい、こんな感じで半分に折りました。まあ、難しければ折らなくても大丈夫です。まあ、今度はですね、これを貼り付けるのですが、まあ、上の方、色がこう変わるところあたりですね、その色が変わるあたりにこう切った部分が来るようにするんで、まあ、いらない部分ですね、下の方、まあ、ここをですね、ハサミで切ってしまいます。で切りましたら、この下の方にボンドをつけます。ボンドをつけましたら、今度は中心あたりにですね、これを貼り付けます。はい、こんなような感じになります。これがしっかりくっつくのをちょっと待ちます。おしべの方がくっつきましたら、今度は、のりしろの部分を接着していきます。まあ、こちら端っこ下の方のりしろを残していると思いますが、そちらにですね、ボンドをちょっとつけます。でボンドをつけましたら、これの反対側の、後ろの方にですね、のりしろの部分を接着します。はい、ここもですね、一旦これがくっつくのを待ちます。下の部分が接着できましたら、今度は上の方、こちらののりしろの方ですね、ここにもボンドをつけます。付けたら、これを貼り付けます。はい、こんな感じです。で最後にですね、上の方を、まあ、三角にちょっとのりしろを残したんですが、ここにもですね、塗ります。で塗ったら、この三角の部分だけをこのようにして接着します。これでですね、広げますと、まあ、こんな形のものが出来上がります。まあ、先ほどの、くっつけた部分がしっかりくっついたら広げてください。続きまして、今度は額片と軸の方を作ります。まずはこの折り紙を4分の1サイズにカットします。4分の1に切りましたら、このうちの1枚ですね。まずはこの折り紙を半分に折りまして、で、さらに半分に折ります。で折りましたら、今度はですね、この真ん中のところを起点になるように、このように、三角に半分に折ります。こんな感じです。そうしましたら、これにも下書きを書きます。こんな感じで書きました。まあ、ちょっとこう書くんですけども、だ1センチぐらいの大きさでいいと思います。あとはこれをハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。でこれを広げます。一回広げまして、
でこの広げてる状態でですね、下の方に、まあ、大体 2,3 ミリ程度の切り込みを入れます。入れたら開きます。こちらできましたら今度はこの残りですね、これをまた広げます。まあ、広げましたらですね、これ裏返しまして、まあ、定規などを当てて、で引っ張りながらこのように癖をつけていきます。もしもやりづらければですね、新しい紙の方を使ってください。あとはこれを丸めていきます。はい、こんな感じですね。でそうしましたらですね、まあどちらでもいいので片方をちょっと切りまして、でですね、だいたい5ミリ程度の切れ込みを入れます。切れ込み入れたらこれをちょっと広げまして、でこれにですねボンドを塗ります。まあ、塗ったら作ったこちらの花びらですね、これをこのようにして接着します。はい、この部分がくっつくのをちょっと待ちます。下の部分がくっつきましたら額片ですね、こちらを、まあ、色の方を下になるように差し込みます。差し込みましたらこのうちの1枚ですね、この先端の方にボンドをちょっとつけます。つけたらこの部分をまずは接着します。まあ、こんなんですね。そしたらこの反対側の方、まあ、反対の方にもボンドをつけて、でまずは挟むようにして、2枚接着します。はい、こんな感じですね。ちょっとボンドがくっつくのを待ちます。ボンドがくっつきましたら残りの2枚ですね、こちらの方にもボンドをつけまして、で接着します。はい、このような感じになります。あとはですね、上の方をちょっと広げまして、でですね、下の、軸の方もまあ、まっすぐすぎるのもあれなんで、まあ、軽くですね、まあ、蓋のように曲げていただいてもいいので、そこはお好みで。はい、これでですね、昼顔の花の作り方が完成になります。まあ、次の動画でですね、葉っぱとか、まあ、飾りの枠などの作り方のご紹介になりますので、まあ、よろしければですね、まあ、こちらの動画の終了画面または動画の、概要欄の、URL、まあ、パート2のリンクがありますので、そちらからご覧いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。